はい、どうも、シューミングです。本日は、ついに買ってきました。本日、5月頃からなんですけど、新商品の発売の日がやってきてございました。本日、なんとヒカキンさん。ハロー。もう伝説の YouTuber、ヒカキンさんがプロデュースした、ラーメン、カップラーメンが出たということで、コンビニ行って、今日の朝、5、6軒、近所の5、6軒回って、ついに見つけてきました。いや、ほんと疲れましたね。近所を歩き回ってついにゲットしました本物を。1個だけ、ラスト1個だったんですよ。ちょうどね、ラスト1個でじゃゲットできたということで、じゃあ皆さんに、お見せしたいと思います。こちらが、ヒカキンさんが、プロデュースする、味噌菌でございます。味噌菌です。はい、これ300円200何円、した200何円、結構高かったです。ヒカキンさんがプロデュースするラーメンということで結構話題になってますね。味噌菌。ヒカキンさんってこんな顔だったかな。あ、でも、あ、ここに、ラーメン YouTuber すするもうなるって書いてあるんで、あ、やっぱ本物ですね、これは。YouTuber すするさんが、なんか、紹介も載ってたりするんで、まあ、やっぱ本物ですね、これは。豚骨ラーメンなんですね。美味しそうですね。まあ、早速、こちらの方、食べていきたいと思います。それでは、お湯、作っていきます。はい、というわけでお湯入れてきました。こちら何分だ、確か3分くらいかな。何分だ、あれ書いてねえや、あれガチで書いてねえ、なんだこれ、クソ商品じゃん。ラーメン時間が書いてあった、5分だ。5分です。じゃあそれでは5分待ちたいと思います。まあ、カップラーメンをね、食べるの2年ぶりくらいなんでね、楽しみではありますね。あ、ここにもヒカキンさん映ってますね。いや、ヒカキンさんプロデュースということで、結構ヒカキンさんが映ってて、このど真ん中にもヒカキンさんが、これ多分作る時の映像かなんかのやつですよね。なんか動画見たんですよ、ヒカキンさんの。その時に映ってた多分映像だと思います。はい、というわけで、5分経ったんで食べていただきます。これは食べる直前に入れてくださいということですね。じゃあしっかりいきます。うお、結構濃さそうな味ですね。くせ、はい、じゃあ入れていきます。うっ、すっげー、なんか黄色い、これ油かな、鶏油。ちょっと油はちょっと体に悪いんでやっぱやります。はい、ちょっとかき混ぜてみたいと思います。色はこんな感じですね。結構なんと言いますか、どす黒いと言いますかね、なんというか結構濃さそうな色をしてますね。じゃあそれではヒカキン、じゃあそれではヒカキンさんいただきます。しっかりね、味の方のね、レポートをしていきたいと思います。結構熱そうですね。もしかしたらこれ熱湯を入れたんで熱いかもしれないですね。うまい。結構味濃いめで醤油ベースなのかな。結構豚骨醤油ベースで、結構口に入った瞬間に風味も結構漂ってきていい感じですね。これは思わずいっぱいいっちゃうかもしれないですね。ちょっといきます。あっちゃあっちゃあっちゃ、うん、うまい。普通に美味しいな。うん、思ったより麺がもちもちしてて、カップラーメンっぽくないというか、やっぱりヒカキンさんがプロデュースするだけありません。300円の、これ300円、これ300円の価値あると思います。うまい。そこら辺のラーメン屋と変わんないくらいです。はい、というわけで完食しました。ヒカキンさんごちそうさまでした。結構ね、美味しい豚骨醤油の麺がもちもちで、いいお味でした。ぜひ、まあ、結構300円でね、お高いんでね、やっぱ庶民の、ね、方には手出せないと思うんですけど、まあでも300円払う価値はある、ラーメン屋さんでした。まあ、ぜひ皆さんも、この動画を見て、参考にしていただけたらなと思います。今日は、本日は以上になります。ありがとうございました。